はい、どうもこんにちは。 LINETV のライムです。今日はマイクロソフトフライトシミュレーターでミニ講座やっていきたいと思います。景気飛行編ですね。ということで今日から、全15回ぐらいに分けて景気飛行の、ね、話をしたいと思います。まあ、1回が5分か10分か、長くても、ね、15分ぐらいで終わらせようかなと思ってるんですけども、もしかしたら20分ぐらいになるかもしれないです。はい、ということで今日は第1回なので、いきなり、ね、景気飛行の話をするんじゃなくて、まず、ね、飛行機の、飛行特性とかちょっとその辺を、抑えておこうかなということでやっていきたいと思います。まあ、景気飛行、ね、外が見えない状態で飛行するので、どういう動きをするのかっていうのをよく知っておかないと操縦がすごく難しいです。なので、このね、パイロットの操作入力に対して飛行機がどう反応するのかっていうのをね、まず最初に押さえておきましょう。ということで、やっていくんですけども、今日はですね、ノーマルコマンドとリバースコマンドの話をしたいと思います。これは抗力、まあ、いわゆる空気抵抗ですね。その話にも非常に関わってくるところなんですけども、まずですね、空気抵抗、抗力なんですけど、まあ、ここでは空気抵抗というふうにしましょう。空気抵抗には2種類の種類があります。1つ目がパラサイトドラッグです。パラサイトドラッグっていうのは速度とともに増加していく空気抵抗です。でもう一つがインデュースドドラッグですね。インデュースドドラッグは翼の向かい角が大きくなっていくと増加していく空気抵抗です。でまずパラサイトドラッグの方なんですけども、まあ、例えば車とか、あと新幹線ですね、はい、車は、止まっているときは空気抵抗を受けてないけど、走っていると空気抵抗を受けますよね。で新幹線もそうで、駅に止まっているときは空気抵抗を受けないけど、まあ、時速200キロで走っているとものすごい空気抵抗を受けます。だからまあいう流線形の形をしているわけですね。速度が上がれば上がるほどより大きな空気抵抗を受けます。速度がそんなに速くない、普通の電車は、四角い形をしているんですけども、速度がものすごい速い新幹線はああいう流線形の形をしているということですね。でもう一つの空気抵抗、インデュースドドラッグっていうのは、これはちょっと飛行機特有のものです。これはですね、翼の向かい角と関係しています。向かい角っていうのは前にね、失速の動画でも少しやったんですけども、まあ、簡単に言うとこの翼が、空気の中を進む時の角度ですね。はい、まあ、飛行しているので前から風が当たっているのと同じ状態なんですけど、この風がどういう角度で翼に当たるかっていうのは、これが向かい角です。でこの向かい角っていうのが大きくなっていくと増えていく空気抵抗がインデュースドドラッグです。はい、で向かい角は、ね、どういう時に大きくなるのかというと、速度が遅い時ですね。はい、ということでここでまず理解しないといけないのは、速度が速すぎても空気抵抗はすごく大きいし、速度が遅すぎても空気抵抗がすごく大きくなるということですね。でここまで話すと、速すぎずかつ遅すぎない速度っていうのがあることに気づくと思うんですよ。空気抵抗が一番小さくなる速度で、この速度っていうのは実はエンジンのスラストが最小で済むんですね。でこのエンジンのスラストが最小で済む場所を境に、それより速い速度をでノーマルコマンド、そしてそれより遅い速度をリバースコマンドというふうに言っているんですね。じゃあ実際にね、まずノーマルコマンドではどういう飛行特性があるのか見ていきたいと思います。ノーマルコマンドの飛行特性としては、飛行機が、自然に速度を維持するように回復してくれます。まあ、どういうことかというと、今ちょうど85ノットぐらいでぴったりね、加速もせず減速もせず飛んでいるんですけども、この状態っていうのはエンジンのスラストと、まあ、推力、前に進もうとする力と空気抵抗、飛行機を減速させようとする力がちょうど釣り合ってバランスが取れている状態です。この状態では飛行機は加速も減速もしません。はい、では、ここから、ね、速度を落としてみたいと思います。エンジンのパワーはこのままです。つまりスラストはそのままで、速度だけ下げてみたいと思います。そうするとどうなるかというと、空気抵抗は速度が下がるので小さくなりますよね。スラストは空気抵抗よりも大きくなるので、どんどん飛行機は加速していくんです。そして再び空気抵抗とエンジンのスラストが釣り合う位置まで速度が上がっていきます。じゃあ実際にね、やってみたいと思います。ピッチを上げて速度を下げていきます。70ノットまで減速したいと思います。70ノットですね。そしたら水平飛行に戻します。スラストはそのままです。スラストがそのままで速度だけ下がったので、空気抵抗の方がスラストより小さい状態ですね。ですので飛行機は加速していきます。さっき85ノットぐらいでちょうど安定してたので、まあ、80ノット、81ノットとどんどん増えていって、だいたい85ノットぐらいでね、安定するんじゃないかなと思います。まあ、このようにノーマルコマンドの状態では、エンジンのパワーを変えなければ速度が変わっても勝手に飛行機が先ほどの速度を維持するように、動いてくれます。スラストと空気抵抗がちょうど釣り合う場所まで、自動的に回復するということですね。逆にね、速度を上げてみましょう。110ノットまで加速してみます。はい、110ノットまで加速します。パワーはそのままですね。スラストは変わらないけど、速度は上がっているので空気抵抗がどんどん大きくなっています。空気抵抗がスラストよりも大きいので、
空気抵抗とスラストが釣り合う速度まで減速していきます。はい、水平飛行に戻しました。110ノットからどんどん減速していきます。ということで、これがノーマルコマンドでの状態です。ノーマルコマンドでは操縦がすごく楽です。まあ、今見てもらったように、勝手に飛行機がね、バランスの取れた状態になるように、動いてくれるので、非常に楽です。はい、次にね、リバースコマンドの状態を見ていきたいと思います。リバースコマンドでは、ノーマルコマンドと逆のことが起こります。つまり、速度が下がれば下がるほど空気抵抗が大きくなるということですね。と今ね、2000回転ぐらい、さっきと同じようにね、2000回転なんですけど、この状態で速度を下げてみます。はい。ピッチを上げて速度を下げます。40ノットまで減速、そして水平飛行に戻します。まあすごくゆっくりですけどね、はい、どんどん速度が下がっていきます。まあ38ノット、このように飛行機はね、回復せずに、どんどんバランスの崩れた方向に行ってしまうということですね。はい、これがリバースコマンドでの特徴です。ノーマルコマンドではバランスが取れた状態になるように飛行機が勝手に回復していってくれたんですけども、リバースコマンドではどんどんバランスが崩れた方向に行ってしまうということですね。はい、これはね、加速でも起こります。この状態から加速します。そして水平飛行に戻すと、はい、今度はね、速度がどんどん上がっていきます。はい、はい、このようにして、ノーマルコマンドとリバースコマンドではエンジンパワーはそのままなんだけど、減速したときに勝手に回復してくれるところが、リバースコマンドだと、勝手に回復しないんですね。はい、このようにして、まあ、ちょっとね、セスナだと、リバースコマンドの領域がかなり小さいので再現するのはかなり難しいんですけども、ノーマルコマンドでは、まあ、勝手に、ね、速度が上がったり下がったりしても、スラストがそのままであれば自動的に釣り合いが取れるまで、ね、飛行機が回復してくれるんですけども、リバースコマンドの領域ではエアスピードが上がったり下がったりした時に、勝手に飛行機が回復してくれないということですね。ということで、この2つの、ね、飛行状態、飛行の特性があるということを、理解しておいてください。特にね、このリバースコマンドっていうのはあんまりこういう小型の飛行機っていうよりは、どちらかというとね、大型のジェット旅客機とかで、強くそうなる傾向があるので、まあ、旅客機に特に着陸するときとかはね、かなり失速速度にもね、近い状態で飛行しますので、こういったリバースコマンドの特性があるんだよということをね、よく理解しておいてください。ということでね、今回は、ミニ講座景気飛行編第1回ということで、ノーマルコマンドとリバースコマンドという2つの領域があって、それぞれで、飛行の特性が変わるということですね。はい、では次回もお楽しみに。